飯行きます。なので次の動画は夢ご飯のになります。あ、夢ご飯出てきました。夢ご飯の案内板が出てきました。これ案内板があるから、ほんまやな、こっちなってんな、うんうん、着きました。夢ご飯さんです。目的地に到着しました。着いたと終了します。あるところなので、もう写真見て、そう、素晴らしい、すごい特別なんか、私らもうこの、ね、地元のあります。で、今日は用バルタキって、明日は知らない。ちょっとだけ今からルームツアーします。夢ご飯で、こういうちょっとお庭があって、よいしょよいしょ、玄関入ります。で、さっきここの夢ご飯さんの方お話しさせてもらったんですけど、ものすごい気さくで楽しい方でした。で、こういう水屋とか、なんか本当に古民家を意識されてるみたいで台所もとても清潔にしてあります。で、こっちのお部屋が広くで、ここにもこういうなんか懐かしい感じの、これ何これ、これ何やろ、なんかいろいろ、さっき来た時にこういうコシヒカリのなんか2合ありますので炊いてくださいということでお米いただきました。で、これも玄関の鍵で、本当になんか自分家みたいな感じで使ってくださいとのことです。で、テレビがあって、で、外でバーベキューはここでねできるようになってるんですけど、これバーベキューテラスです。バーベキューテラスで、さっきちょっと火を起こすのを持ってきてくれました。こういう炭とかね、こういうの用意してくださるんで、晩はちょっとねバーベキューします。で、こっちが洗面台になります。洗面台もね、なんか綺麗な洗面台です。で、上にちょこってこんなちっちゃい鏡が置いてます。で、お風呂なんですけど、お風呂はこういうね、なんか昔懐かしい感じのお風呂です。こう木の桶があったり、なんか懐かしい感じやな、ほんとおばあちゃん家みたいな、うん、バブ置いてくれてるわ、見て、バブ、炭酸力のバブあ、おトイレも、おトイレも綺麗。新しいカメラを買いました。山でこのカメラを使って撮影することはちょっとゆっくりできないんでないかなとは思うんですけど、今日はこのカメラで撮影を楽しみたいと思います。
三味から見て、ポークから見て、アルパカがすごいやろ。ドラえもん四角くない？ドラえもん、1万人チャンネル登録してくださっている方行きました。1万人ありがとうございます。ありがとうございます。はい、最近登録された方も、あのもっと昔から見てくださっている方も、もう本当にありがたいなと思って、もう感謝でいっぱいです。あのはい、頑張ります。ありがとうございます。とりあえずこれ焼こう。うん、あら、火がまだ弱かったんかな。銃言わへんもんな。まあそのうち言うやろ。レンコン焼こう。うん、レンコン全然焼けへんで。ちょっとあれやな、もうちょっと炭を火起こさなあかんかったんかもしれへんな。慣れてないからな。うん、焼けへんな。あ、火出てき、あ、煙出てきたわ。もうちょっとしてからの方がいいわ。あ、焼けてる。うん、焼けてる焼けてる。全然ジュージュー言わへんな。ちょっと待って、怖い怖い。いや、めっちゃ、うん、火が出てきた。燃える。うん、これどうしたらいい？難しいな。え、これこんなんなって大丈夫な？うわ、いい匂いしてきた。うわ、いい匂いするやん。燃えてきたのね。うん、でももう案外いけるかもしれない。いかれへん。だって端っこと端っこがもう生やもん。もう燃え、燃えて。もういい？うん、もうトロトロ。めっちゃ、うわ、焼けたー。待って、もうめっちゃ怖いやん、これ。うん、こんな。見てた？ちょっと待ってや。よっ、うわ、黒なったー。あー、黒なったー。中までめっちゃ火通ってる。もしかしてちゃんと焼けてる。ちゃんとほら赤い。うん、いい感じでなってるやん。うん、おパプリカ。わあ、レンコン美味しそう。見て、レンコン、ほらレンコン美味しそう。いい感じに焼けてる。レンコン、これトマトとモッツァレラチーズのやつ。いただきます。おいしい。炭の匂いがする。うん、超でっかい。でっかいな。焼けてる。でかかったな。
焼き鳥ってなかなかっぽいけどな、うん、まあこれ真っ黒系やからな、取ろう取ろう、これ、うん、それはもう多分できてる、うん、でこのレンコンもできてる、レンコンがめちゃめちゃ好き、なんかこの端っこのやつがなかなか焼けへん、焼けへんな、真ん中のもちょっといいよ、あ、もう焼けてる、まだやで中は、うん、おはようございます、朝です。もうさすがは滋賀県ですね、大阪とは違います。もう朝起きたらもう雪になってました。寒いけどこれはちょっとびっくりの景色にもう大阪で私たちが住んでるところでは、ああもうめったにめったにっていうか全くこういうことはないのでうわもうこれはすごい感動です。うわ綺麗、今夢湖畔からの帰りです。帰りはあの近くの白髭神社に寄って帰ろうかなと思ってます。さっきまで太陽って言ってたんですけど、もう曇ってきました。行ってきます。着きました、白髭神社の。あれが車がちょっとめっちゃ通る。ちょっと降りてみます。あーすごい、おおすごい、怖い怖い、いよいよ、うわーおーすごいすごい、うわめっちゃ綺麗。ここなんか今あのパワースポットみたいです。